이르네. バケモノだ! 突然鉱山の奥からバケモンが! バケモン? 俺は止めたんだが、鎧姿の女が一人奥の方へ! 何? に任せな。行け。そんなところで高みの見物か。気楽な野郎だ。ええ、そうせ。俺は十兵衛からもらうものをもらってねえからね。やる気が欲しい。ふん、勝手にしろ。
片付いたようだな。口ほどにもない連中だ。助けてください。オラの娘が、オラの娘がバケモンにさらわれたんだ。何、娘だと。おいおい、聞かせろ。お前の娘は可愛いのか。もちろんですだ。親のオラから言うのも変だが、とっても可愛いだ。よっしゃ、俺が連れ戻してやる。ここだ。どっちに連れて行かれた。あっちだ。よし。えけ、相変わらず女には目がねえな。使ったのか。まだだ。一体どうしたというんだ。俺の夢は一国一城の主になることだ。そのためならたとえ信長でも家来になってやる。本気か、いけ。ものの例えだよ。それを言ってね、こいつ笑いやがって。つまんねえ夢だからよ。十兵衛、お前の夢は何だ。夢なんてない。俺にあるのは信長を倒すことだけだ。ここにも怨霊に取り憑かれた奴がもう一人いたってわけだ。ふん。怨霊だと。どういう意味だそれは。馬鹿石。俺のアジトに勝手に入ってきたのは天竜寺の現状。なんだ、人間か、つまらん。どうしてこんなところへ来たんだよ。俺は女を探しに来たんだ。てめえなんぞに用はない。なんだその口の利き方は。我ら天売貴族と対等のつもりか、生意気な。うぜ、この筋肉野郎。ギャー、
方の一度に奴だな、お前は。いいだろう。望み通り、たった殺してやろうじゃねえか。ギャー！マジや！マジや！どれ！おい、どうした？バケモンに働かされて。
もうヘトヘトで、みんな死んじまって、生き残ったのは足だけ。大丈夫か？しっかりしろ。ごちそうさまでした。これで一息つけましただ。ところで、そのお探しの女、ひょっとしたら穴の中へ連れて行かれたかもしれやせんぜ。穴？はい、金山の中でご覧になりませんでしたか。実は蓋がしてある穴でね、あれを開ければ中へ入れやすぜ。その蓋を開けるにはこいつを使ってください。なんだそれは。名前は分かりやせんが、あの蓋にはめ込むもんでさ。あそこに落ちてたんで、ちょっくら失敬しておいたんです。よかったらお持ちください。金山の奥。はい、じゃ、足はそろそろ。ありがとうございます。お世話になりやした。はい、本当にくれるのか？
こいつは珍しい。こんなくだらん。本は何冊あってもいいぜ。
噂には聞いていたが、実